今回のテーマ、サーバーの用語。おはようございます、マサルです。今回はコンピューター構成要素の分野からサーバーの用語について一緒に勉強します。それでは始めていきましょう。令和元年秋、問74、サーバー仮想化の特徴として適切なものはどれか。あ、1台のコンピューターを複数台のサーバーであるかのように動作させることができるので、物理的資源を需要に応じて柔軟に配分することができる。い、コンピューターの機能を持ったブレードを必要な数だけ筐体に差し込んでサーバーを構成するので、柔軟に台数を増減することができる。う、サーバーを構成するコンピューターを他のサーバーと接続せずに利用するので、セキュリティを向上させることができる。え、サーバーを構成する複数のコンピューターが同じ処理を実行して処理結果を照合するので、信頼性を向上させることができる。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、あ、1台のコンピューターを複数台のサーバーであるかのように動作させることができるので、物理的資源を需要に応じて柔軟に配分することができます。それでは解説していきます。サーバー仮想化とは、1つのサーバーを複数の仮想サーバーとして分割して利用する技術のことを言います。従来のサーバーの場合、サーバーが複数台必要な時に物理的なサーバーを複数台用意しなくてはいけませんでした。しかし現在はサーバー仮想化技術によって、一つのサーバーを複数の仮想サーバーとして分割して利用することができます。つまり物理的には1台のサーバーですが、複数台のサーバーとして利用することができるんです。サーバー仮想化のメリットは、導入コストの削減、台数設置スペースの削減、効率的なリソース利用などがあります。効率的なリソース利用については少し分かりにくいかもしれませんので説明します。例えば物理サーバーには情報を記録するためのストレージがあります。ストレージの使用量はサーバーによって異なります。ストレージが足りなくなったサーバーに、ストレージに余裕があるサーバーからストレージを分けてあげられると良いのですが、物理サーバー間では柔軟にストレージを分け与えることが難しいです。一方、サーバー仮想化で作った仮想サーバーの場合、物理サーバーが持つストレージを柔軟に仮想サーバーに割り当てることができます。その結果、物理サーバーが持つリソースを効率的に利用することができるようになります。よって、あの選択肢、1台のコンピューターを複数台のサーバーであるかのように動作させることができるので、物理的資源を需要に応じて柔軟に配分することができる、こちらの選択肢がサーバー仮想化の特徴として最も適切です。その他の間違い選択肢も確認しておきましょう。 E の選択肢、コンピューターの機能を持ったブレードを必要な数だけ筐体に差し込んでサーバーを構成するので、柔軟に台数を増減することができる。これはブレードサーバーの特徴です。一般的にサーバーというとタワー型サーバーやラックマウント型サーバーを指すことが多いのですが、ブレードサーバーというものもあります。ブレードサーバーはブレードシャーシという筐体にブレードを差し込んで利用します。ブレードサーバーはラックマウントサーバーと比べてサイズが小さく、多くのサーバーが搭載できるため大規模システムで利用されることが多いです。次は U の選択肢、サーバーを構成するコンピューターを他のサーバーと接続せずに利用するので、セキュリティを向上させることができる。これはスタンダーロン環境の特徴です。スタンダーロン環境とは、インターネットや別ネットワークと接続させずに独立させます。接続できるコンピューターを最小限にすることでセキュリティを向上させることができます。次は、 A、 サーバーを構成する
複数のコンピューターが同じ処理を実行して処理結果を照合するので、信頼性を向上させることができる。これはデュアルシステムの特徴です。デュアルシステムでは2つのシステムで常に同じ処理をさせて結果を照合するため、信頼性を高めることができます。2つのシステムで結果を照合するので、1つのシステムよりも信頼性を高めることができていますよね。それではここまで間違い選択肢も含めて確認しました。問題を見直しましょう。サーバー仮想化の特徴として適切なものはどれか。正解はA。1台のコンピューターを複数台のサーバーであるかのように動作させることができるので、物理的資源を需要に応じて柔軟に配分することができる。こちらがサーバー仮想化の特徴として最も適切な選択肢です。次の問題です。令和2年秋、問い61。サーバー性能向上策に関する次の記述中の A、B に入れる軸の適切な組み合わせはどれか。あるシステムで処理件数の増加に伴いサーバーの処理時間の増大が問題となっている。サーバー処理性能の向上策としてサーバーの台数を増やして並行処理させて対応することを空欄 A という。サーバー自体を高性能なものに交換したり、 CPU や出力などをより性能の良いものに変えたりなどして対応することを空欄 B という。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はあ、空欄 A がスケールアウト、空欄 B がスケールアップ、こちらの組み合わせが適切な組み合わせです。それでは解説です。スケールアップとはサーバー内部のパーツを高性能なものに交換したり拡張したりすることを言います。例えば CPU を高性能なものに交換することで処理能力を向上させます。一方スケールアウトはサーバーの台数を増やすことです。サーバーの台数を増やすことで処理能力を向上させます。この2つの言葉似ているので覚えるのに苦労しますが、言葉をイメージして考えると覚えやすいかもしれません。スケールアップはサーバー自体の性能が良くなるイメージです。私はサイズアップという言葉を紐付けて大きくなるイメージで覚えています。一方スケールアウトはサーバーの台数を増やします。アウトなのでサーバーを分身させて外に出すようなイメージです。人によって覚え方はあると思いますが、一つの参考にしてもらえると嬉しいです。あとはダウンサイジングという言葉も覚えておきましょう。ダウンサイジングとは機器やシステムなどを性能や機能を保ったまま小型化、もしくは小規模化することです。例えば企業活動を長年続けているとシステムが大きく複雑になってしまうことがあります。システムが複雑化すると同じような機能があって使いにくくなったり、さまざまなシステム保守が必要となり保守費用が大きくなってしまうことがあります。そこでダウンサイジングを行い、機器やシステムなどの性能や機能を保ったまま小型化小規模化します。ダウンサイジングを行うことでシンプルなシステムで作業効率が向上したり保守料金の削減が期待できます。それでは問題を見直しましょう。サーバー性能向上策に関する次の記述中の A、B に入れる軸の適切な組み合わせはどれか。あるシステムで処理件数の増加に伴いサーバーの処理時間の増大が問題となっている。サーバーの処理性能の向上策としてサーバーの台数を増やして並行処理させて対応することを空欄 A という。サーバー自体を高性能のものに交換したり CPU や出力などをより性能の良いものに変えたりなどして対応することを空欄 B という。正解はA。空欄 A がスケールアウト、空欄 B がスケールアップです。その他にもダウンサイジングについてもお話ししたので覚えておきましょう。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はサーバーがテーマでしたが、皆さんはサーバー触ったことはありますか？
おそらく多くの方がサーバーを触ったことがないのではないでしょうか。サーバーは途中で説明したようにタワー型サーバーやラックマウント型サーバー、ブレードサーバーなど様々なものがあります。ちなみにサーバーとは利用者の要求に対してデータを提供するコンピュータやプログラムのことを言います。こちらの図をご覧ください。クライアントが YouTube のサーバーから動画のデータを取得する流れを表しています。クライアントは〇〇のデータをくださいというデータをサーバーに送っています。この要求するデータのことをリクエストと言います。リクエストを受け取ったサーバーは対象の動画のデータを応答します。このリクエストに対する応答のデータのことをレスポンスと言います。クライアントがリクエストを送ってサーバーがレスポンスを返す。クライアントとサーバーの通信はこの通信の流れを意識すると分かりやすくなります。リクエストとレスポンス、しっかり覚えておきましょう。それでは最後に復習です。令和元年秋、問い74、サーバー仮想化の特徴として適切なものはどれか。正解は A、 1台のコンピューターを複数台のサーバーであるかのように動作させることができるので、物理的資源を需要に応じて柔軟に配分することができる。次の問題、令和2年秋、問い61、サーバーの性能向上策に関する次の比率集の A、B に入れる軸の適切な組み合わせはどれか。あるシステムで処理件数の増加に伴いサーバーの処理時間の増大が問題となっている。サーバーの処理性能の向上策としてサーバーの台数を増やして並行処理させて対応することをスケールアウトという。サーバー自体を高性能のものに交換したり CPU や出力などをより性能の良いものに変えたりなどして対応することをスケールアップという。スケールアウトは分身して外に出すイメージ、スケールアップはサイズアップをイメージしてサーバー自体の処理性能が上がるイメージを持ってください。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。最近のイベントは記載している通りです。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。